はいどうも、もっかいチャンネルと、もじゃです。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、縁日堂の10円 UFO キャッチャー。1回30円だったり、20円だったりするんですけど、今回はそちらに挑戦していきたいと思います。30円で1回。これなんですけど、球体はつかめないと思うんで、リングにね、ずっぽししていくしかないのかなと思います。ぶっ刺しですね、これ。あそこの密集してるところを狙って、一応アーム下ろしてるんですけど。あー、どうかな？入ってる。いい、砂が取れました。いいね、砂2、4、6、8粒。はい、8粒。サンキューな。ちょっとね、もう大体今のでアームがどれぐらい開くかっていうのが分かったんで、予告でね、4番狙って取っていこうかな。この4番、また左でね。マジか。ワンチャンあります。入れ。あー、やばい。入った。入ったけど、どう？うわー、今入ってましたよね。アームコントロールはいいな。はい、2、4、6、8、9粒。プラス宮崎の空気も獲得することができました。新メンバーもじゃが、いやいや、ワンチャンあそこのもう手前すくうだけでも落ちそうっすけどね。今あそこの4つを、はい、すくいます。すくっちゃっていい。あ、いい、いい感じ、いい感じ。あー、ちょっとねじれましたね。惜しい。いいバトン渡したんじゃない。いいバトン渡していただきました。あの6番でしたっけ。やっぱ見たいね、しっかり入れるところ。いやー、どうだろう。これ入ったらかっこいいですけどね。うわー、惜しい。うわー、惜しい。惜しいな。惜しい。もう一回、じゃあ左でいきますね。さあどうだ。悪くはない。お、お、入った、入った、入ってる、入ってる。オッケー、はい、北島。はい、はい、これですね、取り方。どう打っても。はい、北島。皆さん砂取ってますね。9番ビンゴ大会の景品に使ってもらおうかな、ここの。とりあえずね、ここ穴入れてなんとかゲットすることができました。まず1個目。はい、じゃあ耳お尻スクイーズですかね。お尻のスクイーズ。欲しい、欲しい。これもめっちゃ欲しい。これ引っかかりやすいパッケージだと思うんで取りやすそうですね。さあどうですか、無言になりましたけど。いい感じかな。いい感じ。はい、来た。本当に。いや、ちょっと、いや、いいんじゃないですか。これで挙動を見て。あー、いやー、惜しいな。じゃあ目いっぱい右寄せて。なるほど。大変ですか。ちょっとでも前に出てくれればいいですもんね。一応いいんじゃないですかね。いいね。あー、なるほど、引っかかっちゃってるな。あっち行きますか。さっきちょっとあっちの紫、紫でも、はい、行きます。はい。あー、確かに引っかかりやすそうですね、これ。いい感じだな。いい感じじゃないですか。あ、左がずっと左が。あ、そう。ああ、あるあるある。あるてか、もうワンちゃんもこっちの黄色の方がいい、ね、そうっすね。はい、行きます。はい、いいじゃないですか。あ、バッチリと思う、これ。邪魔者がいない。邪魔者がいないですね。お尻の邪魔者。お尻の邪魔者。はい、このお尻取って、したいっすね。あ、あえて手前ですか。これで弾き飛ばせ。弾き飛ばしてほしい。弾き飛ばさない。もうちょい奥なんじゃないですかね。奥で、こんぐらい奥でもいけそうな気がする。いいね、右、大丈夫、いいっすよ、いい感じ。あー、邪魔したな。なんか UFO キャッチャーって景品のお金っていうよりかは、クレーンを動かしてるお金を支払ってるみたいですからね、僕たち。お、いいぞ、これ。これいいんじゃない、その値段。あー、惜しい。ダブルゲット、ダブルゲット。これもじゃさん言ってくださいよ。いきます。はい、あ、今セノビック使ったでしょ。セノビックしてる。北海道はマジセノビック有効っすからね。セノビック来たね、これ。いや、来てない。これはね、ちょっと手前、ほら。おいー、OK、お尻。ダブルゲット。イエーイ、お尻。お、お、お、それじゃないですか。そう、完璧、ありがとう。いいパスをありがとう。本当、もう持ち上げてくれるわ。お、ノーマルお尻。あー、俺いいね。いいな、これ。天下みたい。ちなみに素材はコーンスターチでできてるらしい。子供が食べても安全な。はい、いつだそれは。とりあえずお尻スクイーズゲットだぜ。はい、サンキューな。大切なら。じゃあ3代目はこちら、クレヨンしんちゃんの起き上がりこぼし。小学生が好きそうなやつですね。なるほど。しかも、もうあそこの手前の青、アクション仮面クレヨンしんちゃんはリーチです。リーチだね。はい、行きますか。はい、弾き飛ばす。縁日堂を、あ、開きすぎ、これ。開くね。開きますね。うわ、マジ。さよならしちゃう。マジ、さよならしちゃう。縁日堂、弾き飛ばす。狙った狙った。やばいな。いいな、これ。まあ、今回ですね、300円から500円ぐらい使ってたと思うんですけど、結構楽しめましたね。30円なんで、気楽にアームを動かせる。確かにね。ね、ありがたいですね、この店。やっぱね、高校の頃来てた遊び場が、今となっては仕事場になりましたからね。その頃、店長
長いたか覚えてないですけど、あの頃に仲良くなってたらもっと多分ゲームセンター好きになってたかなと思います。なんでまあ店長もねフレンドリーですし、他の社員の方とかもすごいいい方なんで、ぜひねあの宮崎県にある縁日堂、特に小さい子供のいらっしゃるお客さんとか、あとお金のない学生さんとかはぜひ遊びに来てください。またねあの30円 UFO キャッチャーは多分ずっと今後回ると思うんで、景品のラインナップとかも変わると思いますので、そちらの方もね楽しみにして遊びに来てください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。